オイスターチャンネル。皆さんこんにちは。私たち。オイスターさんが作ってくれたんです。こんにちは。こんにちは。はい、ソプラノサックスのソネパイセンです。今日は使ってる楽器はセルマーのマーク6です。はい、テナーサックスのオタキです。もセルマーのマーク6です。そうなの？そうなんですよ。知らなかったですよ、ね。知らなかった。汚いから。いつも一緒？いつも一緒です。でも、これ多分知らなかった。プラセルなんで。プラセル。知らなかった。さっちゃんいっぱい持ってる。私、ただ、手がこれしか持ってない。あ、そうなんだ。なんかいっぱい持ってるの。そうですね。割と持ってる。いっぱい持ってる。バリトンサックスのキープです。楽器は、ヤマハの622です。アルトサックスのマリンです。今日の楽器は、柳沢の。これもね、92ですね。ブロンズのやつですね、中身を。92のピンクじゃん。はい。ネックがシルバーに見えるけどピンク。ネックがちょっと触りすぎて変色をしちゃいましたっていう。アルトサックスのヒロコです。私が使っている楽器はセルマーのシリーズ2のゴールドプレートです。そうですね。いつもだってナリンがシックスでしょ。あ、そうです。今はシックスが3人いるってすごい。でも本当に私あのシリーズ3がちょっと欲しいんですけど。うん。あと家にあったから。めっちゃいいな。あ、家にあったんで。いや、そっかそっか。はい、今日はイブさんの解体期間を演奏したいと思います。そうです。あの呪術廻戦っていう今アニメが金曜日の深夜に放送するんですけど、それのオープニング曲になってるのがこの解体期間。字が難しいんですけど、解体期間って文字初めて見ました。初めて変換したこれ。はい、アニメ好きが昔なんかあれ吹奏楽の課題曲とか字使ってる曲あった。ありましたこんな曲。あったあった。あれはタンタン。あ、たたえよみたいなそういう感じ。楽しいですね。すごい知ってるな。あちゃ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 。またこの曲に関しては最初のあれしか覚えてない。それは入ってないです。ポポポポポポみたいな。それだけ覚えてて始まった時覚えてる。早くしたら多分2拍子取らないとちょっと結構超早い。うんうんうん
超熱いこれ結構ねドラム入ると割ともっと良くなるんですけど、うんうんうん、十分かっこいいよ。あ本当ですか、うん、結構がっつりドラムが入ってるね、うん、これかっこいいね。こういう人気なだけありますよこれ。そうなんだ、連想させるよね。お前の前は吹きながらいっぱい出てきたもん、うん、結構ドラム入ると全然また、うん、さらに良くなると思うんですけど、うんうん、これを後でケン先輩作ったことで、ああ結構大変ですね。あそれかクリックだけ鳴らすのも、あとはまあ一緒ですね。あちょっとこれは、ね、ここが間違いやすくなった先。下の音飲んで上の音ちょっと短い方がいいかも。向かってください。下の音、下の音は全部飲んで上の音がちょっと短めの縦山形アクセント。ダンダダンダダン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 って感じですかね、うん、で 短すぎない長さに切っちゃっていいんじゃないかな。あもうこれなんかいけそうじゃない。私状況全然わかんない。やってみます。それなわけないだろみたいな。いいけど。何すごいよねこれ。ああドキドキする。器用なんですよね。やっぱ先輩何にしても。いやこれ怖いな。この速度怖いな。怖いな。いいですか。ちょっと最初の方だけ一回練習する。回数で慣れるしかないですね、これちょっとね。よし。もうすぐ頑張って通してみる？はい。はい。試しに、テイクワン。テイクワン。テイクワン。Thank you.
と思う。そうですよね。その聞こえないどうこうっていうよりか、うん、普通に吹けてないだけで。で、テンポを落とすか。ああ。完成品を。完成品をね。185ですよね、今。うん。それをもうちょっと落として。75とか。え、ね、2ぐらいじゃない、落としても。あ、2落としたらどうなります、うん、だいぶ違うと思う。全然違いますね、多分。182にすればいいじゃん。うん。182。多分、だいぶ違うと思うよ。じゃあもう、本番行こうか。ちょっと、それ、今日はあれですね、合わせるって感じがしますね。いつも違うけど、うん、いつもパッ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 と行くから2、3回やって終わり。疲れたからやるよ。今日はちょっと合わせっぽいですよ、なんか。難しいから、ね、難しいからね。機械と向き合う日々です。日々っていうか、機械と向き合ってる。機械ない。合わせてくんないからさ。そうなんですよね。やっぱ心がないから。心ないから絶対私が合わせないといけないじゃん。容赦ないですからね。容赦ない、本当に。よし。やってみましょう。一回やってみましょう。はい、すごい良かった感じた。ああ、そういうことです。気持ちがうちらアドレナリンが出ちゃってるから。最初はすごい急ぎすぎててやばい、ね。そう。最初ずれてたし。違うってね。自分が違う。やばい、必死すぎる。ちょっと、もうちょっと余裕を持って吹けたよ。そう、みんなさ。もう必死なんですよね、読むのに。覚えられない。音もないしね。音程のこれがないから。ああ、もう。楽調どうって。楽調どうって。そうだね、楽調どうって。これは歌詞ちょっと覚えた。アニメのストーリーをそのまま言ってるもんね。あ、そうですね。ねああ、そうですね。五条を解いて、五条を解いてって言ってます。すごくないですか、アニソンってなんかそういう伏線回収。珍しくすげえ歌詞聞いてんじゃん。本当ですよ。他の曲も聞いてくださいよ。アニメ何話もあるじゃん。何話もある。全部オープニング聞く。あ、違ってるんですよ、あれ。絵が変わるんですよ。ストーリー展開していくと、多分出せるキャラクターとかも増えてくるから。さすがですね。マニアなんで、もう今。すごいな。超マニア。ストップするとね、わかるよね。だわかる。増えて凍ってるって言います。そうなの。ウォーリーを探せる。あの、何アハ体験みたいな。どこ変わってるでしょう、みたいな。同じじゃないんだ。うん、しかもそこに伏線がなんか詰まってる場合があるんですよね。誰が死ぬかとか。そう。なんでこの人いなくなってるのとかありますよね。やりましょうか。楽しみだ。
ったんじゃない必死。とにかく必死ですね。とにかく必死。はい、海外機関を演奏してみました。疲れましたので今日は終わりたいと思います。呪術廻戦まだ今からでも見てない人は間に合いますよね。全然全然間に合うんで、ぜひオープニング込みで見てください。それでは、またお会いしましょう。さようなら。